こんにちは金ちゃん BBH と申します本日もですね、えー、視聴者様からご要望がございましたラクオリア創薬の分析をメインに情報発信をしていきます本動画を最後までご視聴していただくとラクオリア創薬に入っている空売り機関の、えー、仕掛け及び手締まりのポイント上に行く場合と下に動く場合のそれぞれの目標株価 あと、表題ですね材料次第と書いたんですがその理由についてですね解説をしていきますので最後までご視聴していただければと思います。あとですね本当におまけという位置づけで月曜日のですねアンデスの値動きと日経225先物の値、ね、動きの予測もやっていきますので参考にされる方はですね参考にしていただければと思います。 で一応、ですねアンデスの動きは毎日やると言ったんですけど、ちょっとね、この前入れたところ、ですね、えー、といつも視聴維持率がです、ね、あの50%ぐらいあるんですよ、で45から50ぐらいあるんですけど、まあこれ入れたためかわからないんですが、あのー、そのね時の動画っていうのは35%ぐらいしかなかったんですよね、なのでしばらく様子見て40、40%をです、ねまあ、維持できないようだったら、この、ね、企画をなくしていこうかなというふうに考えております。 また、皆さんの中で、この銘柄をです、ね、分析してほしいというものがございましたら、現在ですね、ツイッター、Twitter、のフォロワー限定で、えー、受け付けております。ツイッターのアカウントにつきましては、概要説明欄の方にですね、えー、リンクがあってありますので、そちらからですね、えーまあ、リンクに飛んでいただければと思います。たまにですね、えー、注目している銘柄をツイートしたりしますので、フォローしていただければ、まあ、なれ何かとね、いいことがあるかもしれません。本動画をご視聴される上での注意事項になります。 ご確認ください。それではファンダメンタルズから確認をしていきましょう。ラコーリア創薬は時価総額2 0億円の信用銘柄で特色といたしまして、創薬ベンチャー疼通疾患に強み、開発化合物の知的財産導出が収益の柱であります。また、不動株率につきましては 38.、38.6%であります。まあ、ちょっとね、えー、多いのかなという状況であります。 ファンダメンタルズの確認については以上になります。それでは、テクニカル分析に入っていきます。現在ご覧のチャートは、2020年8月21日現在のラクオリア創薬の周波数チャートになります。まずは、RSI から確認をしていきましょう。RSI は現在 41.、41.89%のポイントに位置をしているんですが、RSI のですね過去の編成を確認していきますと、まずね赤いゾーンのところで、 50と80で推移する上昇トレンドの、ねえー、状況だったんですが、1回ですね、えー、ここで50%割ってからは、ずっと、ねえー、まあ20%と80%で、ね、もみ合う、ねえー、レンジの形になってたんですよね。で、今回ですね、えー、RSI 上ではですね、まあ、トレンドラインをま突破してきてるんですよね。RSI ってですね、結構不思議なテクニカル仕様で、まあ、チャートの動きにです、ね、先行して、 動くことがあるんですよねで今回まあ、このトレンドラインをですねブレイクしているということでもしかしたらねトレンドラインの突破を暗示している可能性があるのかなと分析をしております RSI の分析については以上になります続いて信用残の分析に入ってきます信用残につきましては赤いラインが信用改ざん黄色いラインが信用売り残という表になっているんですが 赤いラインの信用改ざんに注目をして過去の水準と比較をしていきますとこの白はせの、ね、ラインが現在の水準なんですが、まあ、これを見る限り過去の水準と比較して信用改ざんにつきましては整理されているのかなと分析をしておりますまたいつものようにですね、時、え、価、ー、総額ベースでこの信用改ざんがですね、多いのか少ないのか評価をしていきますとまずですね、えー、ラコーリア総薬につきましては時価総額が202億円 そののうちです、ねえー、不動株につきましては、まあ、77.9億円も、ね、あるんですけれども改ざんは、ねえーまあ、10.8億円と、まあ、結構、ね、少ないのかなというところですよね。 で時価総額の比率ですね、えーまあ、あの時価総額に占める改ざんの、ね、比率を見ていきますと、だ、ま、い、あ、大体、ね、5.3%ということで、まあ、10%を、ね、切っていって、まあ、結構少ないですよねで、不動株ベースで見ても13.9%ということで、まあ、かなり、ねえー、少ないのかなと、まあ、ほぼね、えー、現物主体で買われている銘柄なのかなと分析をしております。 でこんなにですね、えー、短期の売り物が出ないようなね、えー、銘柄となると、空売り期間、あんまり入ってないんじゃないかなというふうふに思ったんですけども、一応、ですね、えーまあ、大手の大口のですね空売り期間につきましては1社ね1社入っていたので、そのね動向について、まあ、冷やしチャートを使ってですね、えー、分析をしていきたいと思います。はい時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは、2020年8月21日現在のラコーリア創薬の冷やしチャートになります。まあ、ということで,です、ね、でね空売り期間の、ね、状況を見ていきますと、 まあ3月以降、ですね、ずっとね上昇を続けたこともあってかあのほとんどですねえカナル機関につきましては報告義務が消失するぐらいでですすね、ね。を減らしたんですよねで今現在ですね、報告義務が発生しているうカナル機関につきましてはモルガン・スタンレー MUFG のみとなっております。 とということでカラ売り期間の全般的な、ね、動きとしてはこの垂直に走ったライン、ですね。これはまあ6月26日ですね。6月26月日までは買い物の、ね、動きをしていたんですよね。まあ、ところがですね、この右肩上がりのトレンドラインです、ね、この黄色いトレンドラインですね。ここを終わりに終わってからはですね、期間につきましては再び売り始めですね。売り始めに転じております。 まあその、ねえー、タイミングといたしましては、まあ、7月1日ですね、えー。7月1日にモルガン・スタンレ m UFG がこ、まあ、ここですね、えー、この垂直のラインなんですけども黄色いラインのところで売り始めております。これ以降は怒涛のの、ね、売りラッシュになっておりまして、えー、次、ね、売ってきたのがですね、えーまあ、あの7月15日ですよね。 ここで売っております。ここは多分25日移動平均線が、ね、接触したタイミングで売ってます。続いてですね、えー、27日、このタイミングですね、多分これは5日移動平均線が下向きになって割ってきたところですね、えー、これで売ってますよね。続いて、えー、まあ連続ですね、えー、次の日ですね、28日、29日とね、まあ、3日連続で空売りをして、えー、次はですね、8月3日に買い戻しですよね、えー、多分これは5日移動平均線を折り抜いたのと、 まあ前の日のね、冷やしの高値を抜いてきたんで、多分ね、ここで買い戻し、まあ、何千人余ですけど、買い戻しをして、続いてですね、同じく8月11日ですね、このタイミングでえ買い戻しをしてますよね。まあ、たこれはね、決算を警戒したんかなというところですよね。8月14日にラクオリア奨学につきましては決算があったんですが、多分ねそ、それでどう動くか分からないということで、リスク回避でね、買い戻しをしたんではないのかなというイメージを持っております。 まあよくね、えー、例えば投資顧問会社とか、あとまあ機関です、ね、機関投資家にはですね、情報が先に行くというね、えー、話もあるんですが、まあ、これを見る限りですね、ぎり、それはインサイダーになるんですが、インサイダーのね、情報はね、あんまりね、来てないんではないのかなというふうに思います。ちなみに、ですね、こちらが、このね、えー、まあ要線が8月13日の日なんですが、 8月10日にね決算あった以降につきましてはここまでね落ちてますよねなのでこの決算の後でですね空売り期間につきましてはまあ17日18日ですね連続で空売りをしている状況でありますまあこれらのね期間の動きを総合して分析をしていきますとまずね仕掛けるポイントにつきましてはだいたいですね5日移動平均線を割った場合につきましては頻繁に売ってくるのかなと まあ、特にですね、このポイントに注目をしてきますとここでですね、揉み合って揉み合いを下抜けしてですね、5日移動平均線が、まあ、大きくね、下に傾いたときは反対にですね、買い戻しをしてくるポイントにつきましてはこれね、1回しかないんで、えー、何とも言えないんですけどもおそらくね、5日移動平均線を終で超えたときは、まあ、買い戻しをしてくるのではないのかなとね、えーまあ、推測をしております。 まあ、というのは、ですね、えー、ここでも買い戻しをしているんですが、この買い戻しはね、おそらくこのね、8月14日、この辺りにあったんですね。えー、決算ですよね。決算でどう動くかです、ね、分からないんですよね。あのーまあ、バイオ関連銘柄ってね、赤字でも上がる場合があるし、黒字でも、ね、下がる場合があって読めなかったと思うんですよ。だから一応ね、えー、念のためにロットを落としたのではないのかなという、ね、イメージを持っております。で、ここででここすね、買い戻しをしをなかったのは、 多分なんですけど、まあ専用です、ね、まあレディスタンスがあるということで、えー、ここではですね買い戻しを見送ったんではないのかなとねイメージを持っております。まあ、ということで、ですねこの期間が売ってくる状況につきまして、おそらくなんですけど、このね、えー、トレンドラインですね、期間についてはこのトレンドラインが上に乗っているときは買い戻しをしてきたんで、えー、多分ね、この買い戻しをするタイミングっていうのは、この右肩下がりのトレンドラインですね、これを 超えてくるまではなかなかね買い物すの動きをしてこないのではないのかなというねイメージを持っておりますはい、ということでですね、えー、トータルの空売りの状況と信用買いの状況でありますまあ、ラコリア創薬につきましては効果不効果わかんないんですがあまりですね、えー、人気がなかったためかあの改ざんがですね、えー、少ないんですよねまあ、なのでですね、えー、短期の売り物が出にくくて下がる速度につきましてはまあ、非常にですね、遅いんですけども まただ、ですね、8月まあ14日に出した決算発表、ですね、それまで黒字だったんですけども、のその決算発表でですね、赤字転落となって、一気にですね、投資家マインドがね冷え込んでしまっているのがですね、痛いですよね。なので、冷え込んでしまった投資家マインドのね、心に火をつけるようなまあ IR がね出てくれば、信用改ざんがね少ないだけに、上値はね軽いので、一気にですね、上がる可能性もあるんですよね。 ただ、逆を言うとですね、そういった IR がなければ、このままですズうズると下げていってしまう可能性があるのかなと分析をしております、まあ、ただね、RSI を見ると強いですよね、なんかあのすごい株価が下がってるんですが、RSI は強いので、若干ね、リバウンドはあるのかなというところですよね、多分このあたりぐらいまで戻してくるような、ねえー、形になっていますね信用弾の分析については以上になります。 続いてメインチャートの分析に入っていきます。まずは左下の判例にありますように、サポートとレジスタンスについてチャート上に描画していきます。サポートにつきましては750円付近に、レジスタンスにつきましては1000円、1300円、1700円、2000円付近に存在していると分析をしております。サポートとレジスタンスの分析については以上になります。引き続きチャートの詳細な分析に入っていきます。 まあ、ラコーリア創薬のです、ね、シュアシャート引きで見ていきますと、まあ、まずね、ね、えー、このお池田下がりの青色のね、えー、トレンドラインが引けるんですよねまた現在です、ね、で、えー、この1000円のライン付近でもみ合いになっている状況なんですけども もしね、えー、この生のラインを割ってしまった場合につきましては1000円からですね1300円のもみ合いだったということで300円のエネルギーがあるんですよね。ということで生のラインを割ってしまった場合につきましてはおそらくねテクニカル的には700円ぐらいまでね、えー、落ちてくる可能性があるという状況であります。まあ、なのでですね、えー、何かしらの IR、まあ、あの投資家のね、えー、魂に火をつけて買い上がらせるようなね IR がなければこのままだと まあ、テクニカル的にはですね、700円あたりまで落ちてくるんではないのかなという、ね、イメージであります。反対に、ですね、もしあの投資家にですに、ね、火をつけるような IR が出て、ですね、この青色、ですね、このトレンドラインを抜けてきたりとかすると、まあ、どうなるかと言いますと、またですね、今度はこのエネルギー、ですよね、このトレンドラインを抜ける前の波動のエネルギーということで、この分ですよ、ね、1300円から750円までのエネルギーがあるということで、 まあ、あの、五百五十円ですよね。五百五十円のエネルギーが、まあ、あるという状況になります。トレンドラインをね、ブレイクした起点から上がる可能性があるということで、例えばですね、千円あたりでブレイクしたとすると、まあ、千五百五十あたりですね。千五百五十あたりまで上がってくる可能性があるのかなと分析をしております。まあ、なのでですね、逆を言うと、このトレンドラインが、このトレンドラインをね、上抜けるまでは。 今から新規に入ろうとする方については安易に、ね、入らない方がいいのかなという状況ですよねもし入るとしても、まあ、700円あたりですね700円あたりまではあのー、見送って700円まで来たらやっと入るような、ね、形ですよねがいいのかなとおまあ分析をしておりますラコリア創薬の分析については以上になります続いてアンジェスのです、ね、短期足の分析に入っていきますはい現在このチャートは2020年8月21日現在のアンジェスの15分チャートになります それではではすね、えー、事前に収録をした映像を使ってですね、えー、株価分析の、ね、状況を確認していきましょう。まず、ね、見た感じ、ですね、えー、加工トレンドのエリオットードが、ね、出ているということでエリオットードをです、ねえー、分析していきたいと思います。まず、ね、エリオットードの第一歩の高値につきましてはここですね、えー、1634円が高値ということでストックメジャーというです非売品のツールを使って、えー、アウトプットを出していきまます。まずね、1630円と打ち込んでいきます。 続いて第1波の安値につきましては同じ波動ですね、1600円なので、このストックメジャーにですね、第1波安値のところに1600円と打ち込みます。続いて、ねえー、第2波ですね、第二は戻りの高値なんですが、戻りの高値につきましては1621円なので、こちらに、ね、1621円と打ち込んでいきますと、たで大、ねえー、と戻り水準とてますよね、1613円から1621円ということで、 まあ、ぴったりね、えー、1621円ということで、まあ、例えばね、1 2分の1戻りでね、入った場合については、あまあ、あのね、えーと、目標株価がですね、出たんですけど、ちょっと見ていきますとね、実際の目標株価については、あ実際のね、目あの到達値ボインにつきましては、まあ、1550、まあ、サインですね、だったので、まあ、こちらね、1550円と書いていくと、 戻りの水準がですね、1175円から1594円ですよね、なってます。第3波結構大きかったんで、大きく戻るんじゃないかなというところで見ていきますと、た、ま、だ、あ、戻りがですね、1581円ですよね。なので、1581円と打ち込むと、まあ、第5波がね出るんですが、まあ、1580ですね。で打ち込んでみると、 第5話の目標株価につきましては、まあ、1 5 4 4から1 5 2 5なんですけど、もうすでに、ね、これを見る限り到達してますよね、117 5なので、えー、到達しているということで、今現在、ね、第5話まで到達しているということで、もうそろそろね、えー、戻りが発生してくるんではないのかなというところですよね。なので、月曜日につきましては、多分ね、えー、戻りが発生してくるんではないのかなと分析をしております。 はいということで戻りのね水準なんですけどもまあ大体ですねえっ、ー、とまだ陰線冷やしの陰線で戻りが発生してないので戻りが発生した場合につきましてはまああのー、最低でも五百五十二円ですよねで大体まあ五日間の平均線まで戻したとしたらま二、あ、分の一戻り水準なので千五百九十二円あたりまで戻してくる可能性があるのかなと分析をしておりますアンデスの分析については以上になります続いて日経二二五先物に入ってきます。 はい現在このチャートは2020年8月21日現在の日経225先物の,のチャートになりますそれではですね、えー、事前に収録をした映像を使ってですね確認をしていきましょうまずね冷やしチャートからね、えー、見ていきますとまああのこれね左側にあるのはこれ売ってるんですねこれ売ってるやつですね、えー、相場の原理原則インジケーターといって29,800円で売ってるねインジケーターになりますで今ね、えー、冷やしチャートでは25,000万円に向かって動いてるんですがまあ、第5話なんでこれ第 ま第二や第三波、第五波なので、まあ、東京とかで、ね、ちょっと、まだね、わからないところがあります。で、続いて、十五分足チャートでね、見ていきますと、まずね。えー、っと、上昇トレンドの方からね、見ていきますと。上昇トレンドにつきましては、第三波まで通いたんですが。あの、第三波のね、あの、押し目水準のところで、まあ、全然おしまい、いったので。まあ、第三波のね、上昇トレンドについてはね、消えた、消えまして。続いてね、下降トレンドをね、えー、見ていきますと。 加工というのはね、基、えー、点につきまして、こういう状況なんですが今、ね、今の戻り水準でいきますと、22,570円ぐらいですね、えー、22,570円ぐらいまで下落する可能性があるのかなという状況であります。この、ね、戻り水準だった場合ですね、このあたりまでいくというところですね。通常4時間節で見ていきますと、まあ、ちょっとも、ね、み合いになっているので、もしかしたら、ね、行かないかもしれないんですが、ここを、ね、起点に入れたのを見ていきますと、 大体ですね、えー、22,582円ですよね。先ほど同じような値ですよね。まで来るのかなというところですよね。ただ、あのこのあたりですね、えー、ごめんなさい、えー、っとですね、22,700円あたりに、えー、っとサポートがありますよね。このあたりぐらいで止まるんじゃないかなという、ね、イメージですね。一応目標株価はこうなんですけど、このあたりで切り返した場合については、あの第3第三プの、ね、目標値に届か,な届かなかったということで、 大きくね、えー、戻してくる可能性があります。なので、ここに届いて、ここで反発した場合についてはあの大きく戻しますよと。とで逆に届いてしまった場合については、あの大きくね。さらに大きく下落する可能性があるという状況であります。本日の分析については以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。